能登半島地震の発生から明日で1ヶ月。甚大な被害をもたらした今回の地震は、活断層が動いた内陸の直下型地震とみられています。同様の地震は県内でも危険性が指摘されています。次の災害にどう備えるのか、現状を取材しました。坪谷記者の報告です。正月に能登半島を襲った最大震度7の大地震。石川県では死者238人、4万4000棟以上の住宅が被害を受けました。ライフラインの復旧は遅れ、今もおよそ1万4000人が避難生活を余儀なくされています。甚大な被害をもたらした今回の地震、東北大学の遠田真嗣教授は、3000年から4000年の間眠っていた活断層が動いた内陸の直下型地震と指摘しています。これまでにも阪神・淡路大震災や岩手・宮城内陸地震、熊本地震など活断層による大きな地震は少なくありません。県内にもいくつか活断層が分布しています。で、最も著名なというか主要な活断層は長町リフセン断層帯といわれる断層です。長町リフセン断層帯は利府町から仙台市中心部を通り村田町までおよそ40キロにわたって伸びています。断層が動いて地震が起きた場合、予想される最大震度は7。県内の死者数はおよそ1100人と想定されています。共通しているのはまさに逆断層という、岩盤が上下に動くタイプの、どう動くかというと、岩盤が東西に押されるので、押されてポンと上がるんです。耐震化の進んでない建物の倒壊はやっぱり考えられますし、市街地特有の被害ですね、そういうのも考えられると思います。特にラッシュ時とか非常に混雑する状況で起きた場合にどうなるかっていうのは、なかなか簡単には想像できないんですけども、大きな被害になることが予想されますね。長町リフセン断層帯ではおよそ3000年に一度地震が起きるとされていて、国の試算によると30年以内に地震が発生する確率は1% 以下と示されています。しかし最後に活動したのは1万6000年前より後としか分かっていないため、信頼性が低く地震の発生は予測できないといいます。今回も4000年、ぶりのことが起きたということなんですけど、被害を想定して、どういう対策が立てられるかということを考えておくことが重要だと思います。次の災害にどう備えるのか。この日、指定避難所となっている若林区の小学校で備蓄倉庫の点検が行われました。仙台市は市内の指定避難所など330箇所を年に1回点検。備蓄に不備がないかや発電機が正常に動くかなどを確認しています。能登半島地震では発災直後、道路の寸断により避難所に物資が届かない問題が発生しました。東日本大震災の際、仙台市では最大10万6000人が避難していて、これに災害対応にあたる職員1万人を加えた合わせて11万6000人の2日分の水や食料などを備蓄しています。震災前までは物流が回復するのは2日目からと想定しておったんですけれども、実際東日本大震災では3日目から物流が回復しだしたということで、2日分は備蓄で、3日目以降は外部から調達をするということで、仙台市では体制を整えてございます。食料や毛布などは避難所に備蓄する一方、劣化しやすいトイレットペーパーやおむつなどの紙類は流通在庫備蓄方式で管理しています。流通在庫備蓄とは、市が購入した備蓄物資を流通ルートに乗せ、
企業の倉庫で備蓄するものです。仙台市では、宮城生協から紙類をあらかじめ購入。災害時は、区役所や避難所に配送され、普段は一般商品として店舗で販売されます。保管スペースの小スペース化のほかにですね、常に最新の状態のもの、こういったものを提供いただけるというような仕組みとなってございます。備蓄のほかに、能登の避難所で課題となったのが寒さ対策です。冬の避難生活は災害関連死につながる恐れがあります。低体温症対策というのはまだまだ私どもも改善すべきところがあるなというのを感じております。例えば床面から少し上がったところで寝られる簡易なベッドであるとか、あるいは暖房器具、燃料といったところは、非常に課題だとは考えております。ベッドの保管場所がないことや燃料の安全管理が懸念されることから、仙台市では備蓄以外にも発災後の調達の仕組みを模索。市民には家庭でできる備えを呼びかけています。普段から使っていただいている防寒具などを持ち寄って避難いただくほか、例えば日常のですね、お薬ですとか、そういったものは、常日頃からですね、備えておいていただけたらなというふうに感じております。